かいるかな。ここにいるかな。どうかな。いました。最初のバレエのレッスンですって言って。最初のバレエのレッスンです。楽しみだね。楽しみです。見てみましょう。マイク。マイク行ったんです。みなさんこんにちは。今日はバレエで泣いちゃいました。どうして泣いたの？あのね、リオが結構最初リオのラン泣いたら、リコの準備でリコが泣いた。でも来週頑張ろう。大丈夫？ねえねえぶつけたんだけど。勉強します。リコ勉強するんだよね。これは誰の勉強机ですか？カイの。カイの。ああ、書かないよ、リコ。知ってます。知ってます。カズ、カズ頑張って勉強してるね。カズの勉強何してる？今日は、あれを見つけてください。じゃあリコさん。いいよ、遊びましょう。ちょっとこう。リコ勉強してる。みんな一緒にします。うん。ねえ、かわいいリコ勉強やるのやりたいって伝えたい。まあな。よかったね。チケットが現れたよ。リアとリコのお部屋です。ここリアとリコのお部屋です。キラキラになっちゃいました。うん、上手に塗れたね。ちょっと色が混じって違う色で、これが同じ色で、うん、色は違うやつつけちゃダメなんです。あれは本当ですか？だからジョアナとリコ間違えて書いちゃったんです。これあと破ったとこもある。そうですか。だけどじゃあハサミで切った。ちょっとそうですか。リコも切った。はい。じゃあリアさんとリコさんの部屋はどうなってるかな。見て、じゃじゃーん。わあ、かわいい。かわいい電気になったね。あれ、もうここが壊れてる。本当ね。
しになっちゃった本見てんの、うん、見せて、はい、食べ物の旅なんじゃない、食べ物がお腹の中でぐるぐる回ってうんちになっちゃうんだよね、いいよ、じゃあ、みなさんさようなら、みなさんさようなら、これから寝ます、これから寝ます、本読んで歯磨きして寝ます。